また、結局、オヤルサバルがワントップで、で、久保がウィングになるんじゃないのかなとは個人的には思いますね。今日のオヤルサバルのいいプレイっていうのも、ぶっちゃけ言うけど、ここでボール持っても、そんなに大したことできないんですよね。あんまりここから縦の突破だったりとか、あの、カットインからのシュートっていうのはないんですよね。で 今日のオヤルサバルいいプレイ何かって言ったら、まず守備だよね。ハイプレスめちゃくちゃうまい。オヤルサバルやっぱ。で、キーパーから奪い切って、最後、うまく奪い切れればシュートまでいけそうだったやつとかもありましたけど、右に入っても真ん中に入ってもどっちみちコース切るのがうまいんで、ハイプレスですよね、オヤルサバルのまず良さは。それが右でめちゃくちゃ生きていたっていう部分と、攻撃の部分では、あの、サイドチェンジだったりとかだったかな。トランジションのところのサイドチェンジ、得点シーンとかがそうでしたけど、ああいうと、 心の天 1回とかですよねあとは中の入り方が良かったと言えば良かったかなポジショニングは結構オヤルサバル中の入り方いいのでその辺考えるとオヤルサバルは今日調子良かったからあの右のウィングでいいんじゃないかっていう話になるかなとは思うんですけど個人的にはオヤルサバルがこのウィングとしてのね仕事っていうんですかねここでの仕事で何かいいプレーしたかって言われると微妙かなとどちらかというとセンターフォワード寄りの仕事の方が多かったんじゃない のののかかななななと久保がが右のウィングでルサバルがトップになるんじゃないいって思いますね次回以降ちょっと見ないと何とも言えないんですけど、今日のオヤルスサバルが良かったのはハイプレスですよね。ソシエダが今日あからさまにハイプレスかけていってショートカウンターを狙うっていうのが今日のソシエダの作戦で、だからこそオヤルスサバルが今日行きましたよね。最近のソシエダ結構ボール持つ展開っていうのが多くなって、で、ハイプレスもあんまりやんなくてリトリト気味になるから、あまりオヤル ヤルサバルのあの前線のハメがそこまで効いてなかったんですよね、今までは。だけど今日に関してはそれがむしろめちゃくちゃハマると相手の弱点一気につけてたんで。だから今日ヤルサバル MOM の活躍だったと思うんですけど、これがまたポゼッション重視の形になってきたら、いよいよヤルサバルがね、例えばま、右サイドに入っていったとしたら、多分またビルドアップ詰まるんで、で、後ろ向いた状態で結局下げてみたいな。 で、ここからドリブルでアクションを起こせるわけでもないので、今日もそういう場面っていうのはなかったですよね。結局、ソシエダはハイプレスが強みなんだよっていうところに気づいてほしいですね。今日の試合見ててもやっぱ、ハイプレス、あそこまではめられるのは <laughs>、やっぱ強いと思うんで、去年も結局そうでしたよね。ハイプレスからの得点っていうのがめちゃくちゃ多くて、久保の得点も結構ハイプレスからね、ショートカウンターで一気に展開していったところから奪ったっていうのが、 ちょこちょこあるんで。まあだから、オヤルスサバルとクボの関係性っていうのは、右のウィングでライバル関係っていうよりは、個人的にはオヤルはセンターフォワード向きかなと思いますね。